京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第2戦です。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズのゲームです。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから。初球打ち切れました。ファールボール。打った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。初球は何から入ってくるか。初球打ち、高いバウンドになった。ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってアウト。しかしこれは進塁打になりました。まあなんとか進塁打になりましたね。まあ次は勝負強いバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。このチャンスに期待がかかるデイビス、打席に入っています。ファールボールです。ワンボールワンストライクです。体に近いところ。4球目は何で来るか。レフトに持っていった。これは大きな打球、先制なるか。入った、入った、入った。ホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや低い弾道でしたね。打球が鋭かったですね。この一発で初回から先制点を奪っています。バッターボックスには指名打者の小栗。バファローズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。打った、これもいったか。伸びていく、どうだ、入れば貴重。入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。バッターは注目のルーキー九里。バファローズさらに得点を挙げ引き離しています。真ん中打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは鈴木。2アウトになっています。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。打ちました、強打。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。1回終わって2回の裏、7番から始まるバファローズの攻撃。種村打席に入ります。バファローズリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考える。打った、大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー、一塁ゲッテ、二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー二塁です。山下、初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。2球目打ちました。レフトオン、センターオン、ぐんぐん打球、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。
待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。バッターは注目のルーキー牧。バファローズホームランで得点を挙げています。初球打ち、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、打順はトップに帰って大石。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。際どいコース外れました。打ちました、高く上がった、この当たりはどうか、追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックス新井。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。さあ、外してくるのか、ボールになります。引っ張った、ファーストが前に来る、セカンド取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。3番バッターデイビス、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。ここぞの場面でのホームランは見事でしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナー三塁です。打った、左中間に強い打球、これはどうか、真ん中、左中間破っていきました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、7対0、バファローズなおもチャンスです。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、インコース詰まりました。強打が掴んで2アウト。バッターは5番クリ、先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、8対0、バファローズなおもチャンスです。バッターは6番鈴木、初球空振りです。切れていきます、ファウル。次が3球目、打ちました、左中間に大きな打球、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、9対0、バファローズなおもチャンスです。バッターは7番金村。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。3球目は何で来るか、ワンボールツーストライクです。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト見送った、ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックス山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。あっという間にツーストライクです。
スライダー外れます。三遊間、高橋抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。2回の裏、これから3回の裏バファローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン、12対1、ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、打順は1番に返ります。バッター大石、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。バファローズホームランで得点を挙げています。ワンアウトです。打順は2番新井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。まず際どいコースをついてきました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。3球目打ちました。掴んで2アウトです。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いや、兄さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。低めの変化球でカウントを稼ぎます。追い込みました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。藤島が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。3回終了、オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には5番バッター栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。初球打ち、バファローズチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁、打席には7番バッター金村。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。まあここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。打ちました。打球は切れて切りました。ファールボールです。まあ今のは仕留められてしまったという感じじゃないですかね。そうですね。さあ勝負してくるのか。打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、三塁を送ります。ファーストランナーもホームイン、タッチはアウト、これでワンアウト。打席には1番バッター山下。初球ボール、まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、レフトセンター見送った、ソロホームランが出ました。低い弾道ライナーで飛び込んだ。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対1。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、打席には9番バッター牧、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしい。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。
まず最初のボールを決めていきました。外の低め見極めます。大きく外れてボールになります。大きく外れました。いいところから落としてきます。フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。打った、高く上がった、レフトバックする、バックする、レフトオーバー、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、バファローズ大量リードとなっています。バッターボックスには2番新井。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも狙っていってほしいですね。期待しましょう。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスは3番デイビス。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。さあ2球目は何か。大きく外れてボールです。ボール先行です。打ち上げました。ここは打ち上げています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズ5点を追加しています。バファローズのリード広がっています。これから5回の裏、バファローズの攻撃です。そして西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや本当にね、理想的に打線がつながってますね。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー2塁です。初球打ち、ライトが追いかける、ぐんぐん打球、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、打席には6番バッター鈴木。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね、バファローズホームランで得点を挙げています。アウトコース決まってストライク、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、アウトコース外れます。変化球ボールになります。スリーボールツーストライクです。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順は7番金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨む。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト、ワンアウトです。打順は8番山下、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね、バファローズランナーを進めています。打ちました、いい打球だ、レフト追う、センター追う、頭上軍、しかし入った、ホームラン、ツーランホームラン、白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、打順は9番牧、今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね、当たってますよ。しっかり捉えた、これは三塁側のスタンドに入ります。真ん中です、ノーボール2ストライクです。
三振です。ツーアウトになっています。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。バファローズこの回7人目のバッターになります。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏ワンアウトで三塁にランナーを置いて3番バッターデイビス、ツーランホームラン、バファローズ一振りで先制。さらに続きます。ワンアウトランナーなしからバッターは指名打者小栗、2球目しっかりと捉えました。バファローズ1点を追加します。2回の裏ノーアウト2塁の場面、8番山下、2球目を捉えました。バファローズ2点を追加します。6回の裏バファローズの攻撃、バッターは2番新井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。まあ、ここは狙いも決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど、そうですか。落ちる球、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ち上げた、浅いフライ、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスデイビス、今日はホームランを放っています。岡田、まずは先頭バッターを打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターは DH 小栗、前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。ヒットでドカーンと大きな当たりです。中突き刺さった、ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。アウトコース見送っています。打ち上げました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。積極的に行きましたがライト掴んでツーアウト。打順は6番鈴木、先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトになっています。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール、ボール先行です。打ちました、3球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。7回の裏バファローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江がマウンドに。西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですがいかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思うと、これはサード高橋取ってワンアウトです。バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。今日はバッティング絶好調、3打席連続のホームランとなるでしょうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルです。ワンボールワンストライクです。内へ低めに変化しました。打ちました、
浅いフライ、ここは打ち上げています。積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回バファローズ三者凡退です。8回の裏に入りました。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターは大石、先ほどの打席はファールフライに倒れ、いい当たり、これは大きい、伸びていく、満々中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました、バファローズノーアウトランナー2塁です。はい、打席には2番バッター新井、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを2塁に置いています。危ない球です。これが3球目、ここは見送ります。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、チャンスを広げていきます。バッターボックスには代打のドレイパー、ノーアウトでランナー三塁一塁としています。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方で狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール、これもファウル、打ちました、いい当たりだ、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。大量リード、さらに広げる大きなスリーランホームランになりました。追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて、西さんも1990打ちました、伸びていく、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックスには6番鈴木、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを二塁に置いています。打ちました、左中間に強い打球、レフトセンター下がって入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのはマルティネス。バッターボックスには7番金村、バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ノーアウトランナー二塁です。8番バッター山下、今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。打った、左中間に大きな打球、レフトセンター届いた、
ツーランホームラン。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、バッターボックスは9番牧。バファローズホームランで得点を挙げています。バッターボックスには代打の羽田。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の阿波口。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。改めてお聞きします、バッターの阿波口、どういったタイプのバッターでしょうか。いや、もう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。ああ、そうですか。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。セカンドランナータッチアップ。バッターはダイソーから起用されている村上。ワンアウトランナー三塁です。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。ここは内野は前進守備ですね。まあバックホームの最打った。高く上がった。レフトが下がって入った。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。頼もしいバッティング。しっかり捉えた。ライト下がっていく。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは福。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。今日はバッ打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。変化球を打っていきましたがライト掴んでツーアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成との。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った。ソロホームランが出ました。弾丸ライナーでライトスタンドに突き刺さった。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには代打のブライアント。バファローズホームランで得点を挙げています。初球ストライク。次が2球目。この打球は打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これは一塁側のスタンドに入ります。ボールになります。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げ、オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで対戦成績を2勝としました。
西さん、3戦目からは敵地での戦いとなってくるわけですが、そういった意味でもこの2連勝というのは大きいですよね。そうですね、また違った雰囲気の中でね、戦わなければいけないですから、まあ、この2連勝本当に大きいと思いますよ。大きな勝ち星ということになりました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように日本シリーズ第2戦はオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。